そう、今日ちょっと予約してなかったから、メール見てくれてた人は班からあるかなって多分思ってたと思うし、通知取ってる人は、まあ、通知で気がついてくれたのかなって思います。ありがとうございます。そう、今帰ってきました。ただいま。目が赤くなっちゃいそう。早く寝よう今日。キヨさん、クリシュナさん、ありがとうございます。これ何仕様なんだろう。お誕生日じゃないんだよね。お誕生日じゃない。お菓子ルームになってるね。どういうこと？かわいい、お菓子。何？お菓子が。どうしたの？これ。お菓子。お菓子。何？お菓子のイベント？あれかわいい。食べて。食べちゃうぞ。ケーキ屋さんね、めっちゃかわいいケーキ。ケーキ食べて、食べちゃうぞ。かわいい。かわいいね。ごめんなさい、私が止めてた。かわいいね、ケーキ。シュークリームのギフトがいろいろあるんだって。ホイップもあります。あ、モンブラン。かわいい。あらあらら、かわいい。かわいいね。ケーキもいろいろ。ケーキもいろいろあるの？洋菓子習慣なの？かわいい、なんかかわいいルームになっちゃった。こんばんは、ゆみりんが10時半をお知らせします。お知らせします。こんばんは。今日はですね、山口県で花は誰のもの公演、昼公演、夜公演2回やりました。ありがとうございました。ありがとうございました。2公演ということで、ちょっとね、体力をそこで全て使ってきたので、まあアフタートークのアフタートークって感じで、ちょっとゆるふわで見てください。お疲れ様でした。ありがとうございます。そう、朝もちょっとね早かったんですよ。出発が。そうなの。でした。そう、一昨日ね、山口にいたからそのままいたのかなって思う方いるかもしれない。きない感じやって。そう、昨日は東京に日帰りでお仕事に行ってて。そうなんですよ。だから今日の朝みんなと一緒に山口県に行きました。次は38分からします。38分から。そう、もう全部脱力で。 あ、そうそう、今日ポニーテールでした。夜公演、夜公演はポニーテール。見てる、見せて。こんな感じ、こんな感じです。あ、ドーハジの動画見たよ。ありがとうございます。そう、私リツイートする前からもうすでにいっぱいコメントしてくれてて、ありがとうございます。そうなの、いっぱい見ていっぱいコメントしてください。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここに。昨日実家に帰って、ああ昨日ね、最終の新幹線で広島に帰ってきてるからね、
そう、もう山口に行く手段はなかったんですよ、残念ながら。そうなの、意外とちょっとバタバタちゃんで、バタバタちゃんです。そうなんですよね、実家に帰りたいんですけどなかなか時間がねなくって。どうなの、あんこちゃんもね、多分会いたがってたと思うんだけど、まあ、あんこちゃんが会いに来ればいい話なんですけどね。ね。ね。クーさん、マー君さん、ウリュさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、生誕祭申し込んだよ。あ、ありがとうございます。そうなんです。あの、私10月2日に生誕祭があるんですけど、その申し込みが開始されました。イエイ、夜公演が私の生誕祭でございます。ぜひぜひ。あ、申し込みましたよ、ダメ元で申し込みました。あ、ありがとう、ありがとうございます。そう、19日までです。明日の明日までです。ぜひぜひ。お越しくださいませ。ねえ、なんかぜひこの機会にシティモバイルに入ってもらって、はい、まあぜひ投げてください、投げてください。当たるか当たらないかは置いといて、うんうん、まあね、ねえ、当たりますように、ねえ、当たりますように。19日までです、よろしくお願いします。そしてですね、あのオンラインお話し会とリアルお話し会と、そうなの、お話し会がね、もう約分約したら、四捨五入したらもう全完売なんです。すごくないですか。そう、あと2つだけ、2時間目だけ残ってます。な、2時間目逆に申し込んだ方います？なんで2時間目だけ、 2日とも2時間目だけ残ってるんだろうって思って。な、2時間目って穴場中の穴場なのかな。しかも極小でもないんですよ。そう、だからあれかな、みんなお昼ご飯食べたいのかなと思った。だからお昼ご飯の時間じゃないですか、ちょうど。だから皆さん、そう、お昼ご飯食べたいからお昼ご飯の時間空けてるのかなって思いました。あ、昨日2時間目通過で申し込みました。おお、ありがとう。1357とかで申し込むパターン、あーっていう方はですね、私もれなく毎回3時間目がないので、どこに行ってるんだっていうお話なんですけどね。あら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 、次は2時間目狙いでいきますね。ぜひ。でも2時間目はもう多分私のファンの方みんなが2時間目を集中するので、もう2時間目行きたいなと思っている方はもう予定よりも少し枚数多く申し込むことをおすすめしますね。はい、ぜひよろしくお願いします。2時間目申し込んだ方います？でも逆に、あ、次45分からやります。そしたらじゃあ逆に、あのもし9
2枚目シングルがあったら、そう2時間目とか3時間目とか、違う、一時申し込みはここ申し込もうやっていうやつがあるじゃないですか。で二次申し込みもまあ制限あるから、3次申し込みになった時にもうどこの時間でもいいから私といっぱい話したい、絶対当たりたいんだって方は2時間目が結構一番取りやすいのかもしれないですねっていうのがなんとなし分かりましたね今回で。でしたね。ねえ、1時間、そうだね、1時間目とか2時間目とかかな。ぜひ、そう、2時間目が結構まとめてお話がしやすい場所です。ぜひぜひ。ああ、日数が増えればもうちょっと当たりやすい気がする。いや、それはそうですよ、もちろん。もちろんそうですよ。今回はね、4日間しかなかったので、まあオンラインは3日間だし、ってなるとね、3分の1ぐらいの日数だったので、まあね、それで2次完売がでたくさん出たっていうのも多分あると思いますけど、ね、ね。KKK16 さん、ひまわり29さん、ひとっぷよさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これはまたお菓子がもらえるとかじゃなくって、ただギフトが可愛いよって話。この可愛い背景はいつまでなんだろう。あ、もらえるものはないね。あ、そうなの。みんなで食欲の秋だっていうやつなんですか。イベントではな、じゃあな、なんなんだろう。ね、何やつでしょうか。確かに絶対、いや絶対はないんだ。いや、ハロウィンにしては早すぎるな。ハロウィンにしては早すぎるから、ハロウィンはね多分10月後半とかだと思う。次はやっぱもみじでしょ、落ち葉でしょ、秋ギフトでしょ次は。もみじ降ってそうじゃない。どう、もみじ降ってそうじゃないですか。私の、え、この、これはいつまでなの？このお菓子コーナーはいつまでなの？私の誕生日もお菓子やってるの？次は、49分からやります。49分から
プハ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 プ、あ、29日まで。おお、そうなの。じゃあえ、この背景は、背景も29日までなの？背景も29日まで。あ、そうなの。でもお誕生日の人はお誕生日の方が強いのかな。強い。お誕生日の背景になるのかな。どうなんでしょうか。59分じゃない、49分って言ったよね。49分。そうなのか。そうなのか。生誕祭ね、ぜひ申し込みが始まりましたので、ぜひぜひお待ちしてます。お誕生日が強いのか。なんかお誕生日にケーキの種類が増えましたね、皆さん。私のお誕生日、いっぱいいろんなお菓子だね。やったー。なるかみさん、かずやゆうさん、なぞさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、すごい、77万ポイントになった。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そう、生誕ティーがね、どんどん届き始めてるみたい。今日の公演もね、来てくださってる方がいました。ありがとうございます。ありがとうございます。どなたかの日です。次52分からやります。52分です。ね、ちょっと私がごめんなさい、移動中とかあんまりできなくてね、ごめんなさい、全くごめんね。1位キープはすごい。すごい、皆さんがすごい。私全然できなかったのに、皆さんがすごい強すぎて、お強です。ありがとうございます。そう、今日ね、そう、リハーサルもあって本番もあって全然できなかったんですけど、明日もね、2公演あるので、はい、今日はゆっくりお風呂に浸かりたいと思います。あ、早起き頑張ってるから、もう違う、私もかもしれないけども、みんなもだよ、本当に。私もみんながやってるだろうなと思ってやったら、やっぱりみんなやってるから、ありがとうね、5時に起きてよかったよってなってる。ホッシーさん、シーマさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。
とう。ありがとうね。朝ぐらいしかできないから私ね。ちょっと日中はなかなかごめんね、できなくて。みんなも日中もちろんできない方も多いと思うけど、そんな中でもねやってくれたりとかしてありがとう。ありがとうね。はあ、今日実はなっちゃんのご両親さんから入浴剤をみんないただきました。差し入れでめっちゃ可愛い、あのねチョコレートかなって思ったら入浴剤だったって感じのめっちゃね可愛い入浴剤をいただきまして、そうなの、それに今日はね入ろうかなって思ってます。おしゃれだよね、おしゃれな入浴剤をいただきました。次は55分からやります。55分から、そう食べちゃダメなやつそうなんです、本当にみんなのギフトみたいな感じの可愛いチョコかなって思ったんだけど違いました。土踏まずが痛くって、だからね土踏まずが痛いからね階段でね、あの階段の端、階段にあの靴脱いでこうパタ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 してたわかる方います？階段ね、いいよね。土踏まず。橋健さん、大輔さん、ともゆきさん、ありがとうございます。ありがとう。そう、土踏まずが痛くって。でも土踏まずってなくなったら足も足結構痛いらしいですよ。らしいですよって。ってね、バランスを取る上で大切なんですってね。なんか公園のね靴がねなんか合わないのが多分あって、それでねその土踏まずが痛くなっちゃう。だからそうちょっとマッサージして寝たいと思います。足の裏ゴリゴリできるやつあるかな。なんかふくらはぎはこうこうやってゴリゴリできるやつが、本当はふくらはぎじゃなくて多分ね太ももとかにやるやつなんだけど、なんかそうあって、それがめっちゃふくらはぎにやると気持ちいいです。なんか健康グッズっていいよね健康グッズって健康だよね。次は58分からやります。58分、ありがとう、いっぱい対戦してくれてありがとう、ありがとうございます。今日もなんかでも今日なんか疲れすぎてっていうかなんか体力がなさすぎてちょっとなんか疲
疲れすぎた時って寝れなくないですか？ね、ちょっとスカスカ寝れるように、なっちゃんの横両親さんからいただいたニュークナイミナ入ろうと。1ヶ月以上ぶりの公演でした。私1ヶ月以上ぶりの公演でした。楽しかった、楽しかったよ。1ヶ月以上ぶりで、明日もあって、その次は10月の2日ですね。私の生誕祭、あ、そうそう、東京以来だったの。そうなんですよ、私そうでございました。珍獣さん、土頭さん、Q さん、ありがとうございます。ありがとう。夜のポニーテール可愛かったよ。 ありがとう。ちなみに皆さん、夜と昼とどっちが好きです？どっちもね、あんまりねしない髪型かな。この公園であんまり髪の毛巻かないし。そうなんです。また見えるね。あ、ポニテ、ポニテ人気。そうなの？そんなに？そうなの、そうなのか。で、なんかじゃあそうしよっかなってことはないんだけど、まあ今後の参考程度に。今後の参考にします。何かの、何かの参考にします。ありがとうございます。まあでもでも楽しかったからな、本当に楽しかった、昼も夜も。あとはね、なんか今日めっちゃ皆さんノリがいい方が多くて、会場が温かかったです。本当にノリよきさんばっかりでした。嬉しい嬉しい、みんなノリよかった。やおー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。次は、1分からやります。1分から、1分から。分からやります。分から、え、ミツキーさん、春夢さん、ありがとうございます。ありがとう。眠たいですとっても眠たい、眠たい人です。でもね、そう、やっぱりショールームしてる方が皆さんと対戦ができるので、七並べね、短時間でいっぱいポイント稼げた方がいいですよね。
まあでも確かにね、その分ゆっくりお風呂に入ります。大丈夫です、ありがとう。5分からやります。七並べ5分からやります。5分からやります。5分からやります。そう、台風が来てて MC でも言ったんですけど、そうなんですよ、いろいろね中止になっちゃったりとか、この3連休のイベントが、あれ4分からって言った、私4分からって言った、4分からって言った、5分から、あ、ありがとうありがとう、5分からだそうですありがとう、5分から、ふわ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 、明日の公演行けなくなっちゃった、そっか残念だ。でも明日の公演は払い戻しができるので、そうなの、ね、お金は返ってくるけど当たったことは返ってこないよね。そのお金で何か美味しいものでも食べてください。そう、安全第一でね、本当に本当にそうです、皆さんの安全が第一なので、本当に無理せず、まあ本段の旅行園は無理したい気持ちもすっごくわかるんですけど、自分が どの選択肢を取って後悔がないか、無理して行っちゃって、なんか本当に守りたいもの、ね、自分の命も大切ですから、あとね、うん、ね、自分の命も一つしかないですからね、シュウアンコさん、葉っぱふみふみさん、堀口ルイネントナさん、ありがとうございます、ありがとうございます。行かなくて後悔する、行って後悔、行って後悔はされたくないよ。そう、私たち側も行って後悔されるようなことはもうしてほしくないから、そうたらもう安全第一で配信でね見るっていう選択肢もあると思うし、わからないよね、明日にねなってみないとわからないからね、どのぐらい風が強かったりとか、公共交通機関が動かないとかね、実際明日になってみないとわからないことってねいっぱいありますから、本当に今判断ができない方もちょっと明日ね様子見て、もう一度ね考えてみてもらえると嬉しいと思う、嬉しいでございますし、ハラ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 、はい、ポッ、あとは声に行く方も行かない方も、お外にあるものは今日中に、まあ、西日本の方特にですね、今日中にちょっとお家の中入れたりとかしててほしいです。次8分からやります、8分から、8分からやります、8分からやります、ゆみりも飛ばされないようにね、そうじゃん、私も気をつけます、飛ばされないように
なんか私たちもね、行けなかったら元も子もないですからね。どうなんだろう。どうなんだろう。明日はまだ、夜帰りとかがさ、ダメなのか。行きは行けるのか。朝。そんなこともない。朝も。朝も。朝はまだ大丈夫なんだよね。皆さんの帰りなんだよね。帰り。ね、帰りと、あと明後日の朝ですよね。タビさん、スバルさん、クリシュナさん、ありがとうございます。ありがとう。朝から泊まる可能性もあるし、明日？それは明日の話ですか？明後日は朝から泊まる可能性はあるね。心臓を動かしてました。ああ、もう月じゃなくなってるのか。へい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 。ミラーボールが月じゃなくなってる。月じゃなくなってるのか。そうかそうか。次は11分からやります。11分からやります。7並べ。あ、48週間は今日まで？明日まで？明日ってまで？明日まで？明日までかな。もらった？アバター。ミキミキさん、ダンチンさん、ヒデ様さん、ありがとうございます。あ、あさってまでか。ありがとう、教えてくれて。あさってまでか。ぜひチャレンジのところからもらえるので、ぜひ戻ってください。私はゴミサポリ。
やった一緒に1位になれて嬉しい。ちょっと私もチャレンジしてこようと。オンライン話し会2時間目のみ申し込み受付中です。2時間目のみ。どうなんだろう、これででも全部完売するってことあるのかな。どうなんでしょう。もう申し込む、申し込まない、申し込む、申し込んでみむ、みむ、申し込んでみむ。だって他結構外れた方を足すのかな。足し足し足しる足し足し。いや薬で完売する、いやそれが分かんなくって、だってあの分かんなくってなんですよ。あのだってさ、え、あ、うん、いやどうなんですかねって感じ。かなり外れました。ってことはかなり申し込んでくれるのかな。ありがとう、ありがとうね、ありがとうだよ。あ、またもらった。あ、ソラハだった、ソラハアバターでした。いやあかり先生のメロンソーダが欲しいんだけど、なんかタワーとか投げるしかないの。これはもう明日でしょ、あさってか、あさってまででしょ、あさってまででしょ。次は16分からやります。16分16分だよ。チュッ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 。秒だけやってみるか、何年かぶりに全力でせこ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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ頑張れ。16分からです。16分から。完売したら完売会イエーイしましょう。完売会、全完売お疲れ会しましょう。別にいつもの配信なんだけど、いつもの配信なんで特別なことはせずにお疲れイエーイっていうだけの普段の配信なんですけど、マケドニアンさん、シュアンコさん、ヤマケンさん、ありがとうございます、ね、お疲れか、お疲れ様会しよう、ね、トゥ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 。あとは22日にね、あ、そう22日に配信ができるか問題ですよね。配信ができるか問題ですよね。配信ができたらいいなね。もう少しで私のファースト写真集「君のことをまだよく知らない」まで発売1周年記念日まであと5日。タッタッタラタッタッタタッタッタあれ好き、タッタッタラタッタッタラタッタッタあれ好き。
アレスケです、アレスケですよ皆さん、アレスケ、タッタッタアレスケ。瀬戸内 PR 舞台の、あ、私瀬戸内 PR 舞台はね、私は入ってないですよ。なんか新しいグッズができたの、ちょっと見てみよう私も。なになに、グッズができたの。グッズができたんだって。なんじゃ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 、そうなの。タッタッタラタッタッタラタッタッタレスケ、タッタッタラタッタッタラタッタッタレスケ。そうなのか、そそ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 そ、グッズ、うん、ほんとだ。個別バスタオルだって。ボードうちはクリアしたんだ。そう、私はいないですが、ぜひ皆さんぜひ。20分からやります。タッタアラタッタッタアラタッタッタアレスケ。次の PR 舞台エミに入ってほしい、ありがとう。今回はね、立候補しなかったっていうか、まあでも私の投票はできたんですけど、それやりませんって言ったのよ。そう、ありがとう。でもそうやって言ってくれて、前回ね、あのシーズン11回目の時にね、入らせてもらったんだよね、みんなのおかげで入らせてもらったんだけど、なかなかね。そう、ありがたかった本当に。ファースト 入らせてもらってね、僕はこの海を眺めている、素敵な曲をいただきましたね。ハガキ毎日書いたね。その時ハガキでしか投票ができなくって、CD 開けて切って貼ってハグキ出してみたいな感じでいっぱい頑張りましたね。クリシュナさん、バルテノンさん、ドビーさん、ありがとうございます。あと、あ、音は 1-2-3 だっけ。キングレコードさんの住所覚えちゃうよね。ねえ、音羽にあります、キングさん。そう、住所覚えましたね。タッタアラタッタッタアラタッタッタアレスケ、タッタッタアラタッタッタアラタッタッタアレスケ。眠たいですね。みんなも眠たいよね、うん、ごめんね、私が配信してるか寝れなくて。でも全然もうこんな感じなんで、あと30分ぐらい七並びしてこんな感じなんで、もう眠たい方は寝てください。ぜひいっぱい寝て。次25分からやります。25分から、はい、ぜひぜひのぜひぜひ、ぜひぜひです。
しかったな。久しぶりに。あ、25分、そう、25分です。25分。山愚痴、山愚痴。15分から。あと1分です。山口のフェス中止になっ、ね、そう、ワイルドバンチ中止になっちゃいましたね。山口、そう、直撃するからね。でもすごく早い判断をしてくださって、今年のワイルドバンチはなんかアイドルさんがとかが出るステージがあって、え、そんなステージがあるならちょっとワイルドバンチ来年 STU 呼んでいただけないですかって思いましたね。ワイルドバンチめっちゃ出たい。ワイルドバンチ、ワイルドバンチ出たい。ワイルドバンチ出たい。みこさん、マー君さん、ホッシーさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、82万ポイントだすごい、ありがとう。50、そうだな、100万ポイントに行ったら別にギフトはないんだけど、じゃあ私がなんかこうやってやります、こうやってやります、はい、これは欲しいレインボースター、お花、クラッカー、クマ、あのタワーです。合ってますか。今度こそ抜けはなかった。ケーキ、ケーキ忘れてた。ケーキ、ケーキはまだあるの？まだ、そっか、まだ、え、まだあるの？ケーキは、ケーキは期間限定ギフトじゃない？もしかして期間限定ギフトではない、うん、クラッカーも期間限定じゃないか。そういえばクラッカーも年中無休だもんね。次28分から出ます。28分からね、そうそう、そのバースデーケーキ、そのバースデーケーキは、あ、誕生月のみ。あー、なるほどなるほどなるほど、グッチョイス、なるほどね、なるほどなるほど。
と10秒10秒こんばんは。ごめんなさい、20% になっちゃいまして、ごめんね。 20% になっちゃいまして、ごめんね。でね、今当たったのはオータスさん、スランプくんさん、ひとぷよさんです。ありがとうございます。ありがとう。みんなもちゃんと充電がある状況で、 Wi-Fi がある状況で見てくださいね。はい、意外とショールーム見るだけで ギガ使いますし、充電も使いますのでね。はい、ぜひぜひそうしてください。そう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 、あねえ、あっという間だよね。次32分からやります。32分から32分からやります。はあ、なんかありますか？なんかありますか皆さん。にもすけさん、きょうたろうさん、ゴーセブンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。
スロロ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 ピロ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 鉄音と十一時間、あ、そうなのよ。あれって鉄音じゃなくてまた違う特番なのに鉄音特番なの。うん。11時間の生放送に出演いたします。NHK さんの鉄道の10月10日でございます。10月10日です。イエイ。そう。11時間の。約半日です。約半日ねー、いろんな企画があるみたいで、まあここではまだ言えないんですが、はい、後々鉄音とかでね、いろいろ解禁されていくのかなって感じですが、ぜひ鉄音をね聞いてもらったら嬉しいです。聞いてください、最初から最後まで。次36分からやりますね。エアトレインもまた月ごとに違いますしね。はいはいはい、ぜひ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 。公開収録とかないかな。あったよ。でもね、多分あるとしたらまた来年かな。今年はもうあったから。そうなの、愛媛でね、あったんだよね、公開収録。公開収録あったんだよね。ペチ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 。ねえ、めっちゃ拍手したんですね。喉乾いた人、はーい。あ、やばいやばいやばい、注文しちゃってる。待って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 待ごめんね、変なところしちゃって。私が全然、あ、ひろかずさん、ひろかずエビニーが、ひろかずさんね絶対遅いから、それそれもし見てて見ててちょうどに押したんだったら、私今めっちゃ入るの遅くなったのに当たったからありがとう。そう、遅くてかな、ひろかずさんもあーって遅くなっちゃったのかな、もしかしたら。じゃなかったらあなたちょっとずれてますはい、でもよかったね、ずれてて。わかんない、私みたいにね、あーってなってあえてずれちゃったかもしれないけど、それかね、ちょっとショールーム見てなくたまたま当たったかもしれないんですが、真相はひろかずさんのみぞ知るということで、はい、ひろかずさんのみぞ知ります。私なんかにわかりませんね、わからないわからない。
40分からします。40分から。そう、エル君バンチェーラー、30秒です。ポニーテールが見えます。やったやった。カタカさん、福ちゃん丸さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ぜひともね、この配信見てて、あえてやってくださってる方は、そう、最初にもう言った、今日は言ってなかったか、今日言ってなかったから私が悪いな。ぜひとも私のカードにしていただくか、まあカードを変える気はないっていうんだったらお手数ですが、そう、もし私の配信を見ながらやってたら、私がねいつやるか知ってると思うので、なるべく避けてもらえると嬉しいです。お手数かけます。今日ね言ってなかったから、私が今日はね、私が悪かったね、ごめんね。あ、初ユミリンでした。おお、良きです良きです。それは良きです。ありがとう。どうですか？どうですか？初ユミリンは。お手数おかけしますね。お手数おかけします。ごめんね。そう、一緒に当たるにも一つお願い、こちらとしても一つお願いごとございまして、お手数おかけします。そうなの、なんか自分のカードの方がね 1.3 倍になるので、みんな嬉しい、ね、ありがとうございます。お手数かけます。次43分からやります。43分から、はい、大臣ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、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 ありがとうね。43分からって言ったよね。うん、43分からって言った、言ったよね、言ったよね、言ったよね。どこ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 、
かのすけさん、ブーフーさん、キューさん、ありがとうございます。ありがとう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 。いいね、ありがたいね、本当にありがたいよ、ありがたいね、ありがたいね、ありがたいね。ふわ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 。なんか今日暑いです。今日暑いなって思う人、はーい。じゃあ今日暑いんだ、やっぱり今日暑いよね。昨日も暑くなかったですか？昨日も暑いなって思った人、はーい。暑かったよね。そう、夜がちょっと暑い。そうなの、秋って朝と夜が涼しくなるはずなのに夜が暑いんですよ。なーに、やっちまったな。ねー、本当にね、本当に本当にだよね、本当に本当にライオンだよね、本当にマジライオンだわ、マジライオンだわ。次は47分からします。47分から、47分からします。次はちょっと皆さんお願いがあります。47分から当たる皆さんお願いがあります。私コイン倍増券10倍と育成倍増券10倍使うので、もし次当たったらバーストしてほしいんですけど、もし一人でもいいよって方47分に対戦しましょう。そうそうなんです、忖度よろしくお願いします。そう、ちょっともうぜひ。そう、でもそれ嫌だなって方は次の時間やめておいてください。はい、やめておいてください、次の時間は。そう、もうカード出す気ない方だけカード出す気ない方だけ47分に対戦しましょう。よろしくお願いします。そう、使っ、そうなの、使った時に限って負けちゃうんだよね。えい、さあどうだ。お、ハルパッチさん、たけし D さん、 AE86 さん、ありがとうございます。今のところ私のカードの方ですが、どうでしょう、見てらっしゃる方なんですかね。バーストされました。お、バーストされました、バーストされましたありがとう1位でした、ありがとう超忖度してもらったありがとうございます。ありがとう。やばい、コイン4800コインもらった
ありがとう。やばい、育成ポイント8208もらいました。すごい、ありがとう。4800コインもらった、今の一瞬で、今の一瞬で。すごい、ありがとう。激アツ、すごっ、え、すごっ。次50分からちょっと今日もう一回やりません、もう一回、もう一回忖度会やりませんか。ちょっとコインもらえるのちょっと強いな。そう、ガチャできますね。いや、50分からもう、ぜひカードを出す気がない方だけお願いします。普段はね、私あれだよ、結構ね、忖度してくださる方ね、私のファンの方多いんですけど、全然もちろん買っていただいてもいいし、そう、忖度してもらって、ありがとうってなるし、普段はなんか、なんか忖度してくれないのかよとかは全然思わないです。そうけど、ちょっと50分からはぜひとも、何とぞカードを出す気がない方だけよろしくお願いします。感動しすぎて、なんかちょっとその光景をもう一回見たくなってきた。でも次もね、みんなに当たれるとは限らないから、当たれるといいな。えい、どうなの。お、秋田ののぶさん、ひしおさん、ありがとうございます。でもどうしよう、どうしよう、2人だった。これは自力で頑張れってやつか、自力で頑張れの回、自力で頑張れの回です。私頑張ります。頑張る、ちょっと一人、いやどうしよっかな、どうしよっかな。あ、え、バーストしてくれた、見てた、そう、めっちゃ刺してくれたのかな、めっちゃ刺してくれたのかな。え、ありがとうございます。ありがとう、めっちゃ刺してくれたのかな、ありがとうございます。そして石尾さんも秋田ののぶさんもありがとうございます。4800回もらった。ありがとうございます。いっぱいガチャします、ありがとう。次普通にしましょう。ありがとう。次普通に対戦しましょう。全然カード出してください。次は53分からやります。次は普通にいっぱい出してください。出せるカードを、もうカード出せるだけ出してまくれです。ありがとうございました。すごい楽しかったです、夢のひとときを。ありがとうございました。次53分からやります。ね、ね、一体感ありますね。そう、めっちゃ一体感あったし、もう、え、本当にみんなで同じ部屋でやってる感じだった今。超、そう、超ね、なんかそう、本当に同じ部屋でみんなでやってる感じだった。楽しかった、ありがとうございました。次は普通に、次から普通にやりましょう。グッチョブ太郎さん、トトーさん、アツシさん、ありがとうございます。ありがとう。
まあたまにやりましょう、バースト会やりましょう。たまにバースト忖度会やりましょう。ありがとうございます。もうしないの？そんなにいいもんじゃないですよ。だって皆さんのハート、皆さんがコインせっかく本人と当たるとコインたくさんもらえるのに、もらえるチャンスがですよ。ピーヒャラピーヒャラ、確かに。しかも早く終わるね、バースト会は。なんかもうそうだね、めっちゃ、じゃあ回数稼ぎたいときにやりましょう、バースト会。ありがとうございました。次は57分からやります。57分からですが、ちょっと先に読みますね、壇上を。えい、13位、他県18さん、明日公演、はい、配信で見ますかな。ありがとうございます。なんかこれね、そう、もなんか長いとね、最後まで表示されなくなっちゃって、ごめんなさい。え、57分って言ったよね、私。ありがとうございます。中に平川さん、イミリンガチ恋中かな、ありがとうございます。11位、コーラ16さん、ありがとうございます。10位、ケイさん、ありがとうございます。9位、タケルさん、ありがとうございます。8位、スバルさん、ありがとうございます。7位、ひしおさん、ありがとうございます。6位、スランプくんさん、ありがとうございます。5位、グラファンさん、ありがとうございます。4位、ヒールさん、今日はありがとう、ありがとうございます。3位、イッシーさん、ありがとうございます。2位、メロンパンさん、ありがとうございます。1位、DD マクレガーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、とって、57分からします。そう、でもバースト会で数積むにはあれだよ、当たってない人もみんなバーストしないといけないからね。私と当たってない方もみんなバーストしないといけないからね。でも逆に一体感生まれそう。次ユニット当たるために、私がいないけどみんなでバーストし合うっていう、面白いな。お、スバルさん、ゴーセブンさん、728さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。これが最後かな。大社ありがとうございました。ありがとうございます。今日のイベント最高でした、ありがとう。今日は改めまして、山口県で花山ダイナモ公演、昼公演、夜公演、2回公演を行ってきました。明日は、昼は花山ダイナモの公演、そして夜はマイカーの公演があります。はい、ワクワクドキドキシクシクですが、明日もとってもいい日になるといいなって思います。はいですね、ありがとう。明日もぜひ配信で見てくださる方もお待ちしてます。あとは明日はちょっとだけちょっとだけ当日券があるみたいです。多分台風の関係で払い戻しされた方がいっぱいいるのかな。はい、明日は当日券があるみたいなので、広島いる方ちょっと詳しくは STU 公式ホームページまで、遠くから来てくださる方はね、第一でお待ちしてます。本当に
純第一でよろしくお願いします、うん、お、4位でした、ありがとう。ということでまた明日会いましょう。うんうん、ひー、そう、ちょっとこの後お風呂にドバーン入ってきます。ね、本当に今日も最後までありがとうございました。それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張れエミリン。それではおやすみなさーい、おやすみなさーい、おやすみなさーい、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみ。